こんにちは。本日はサックスの演奏に欠かせないマウスピース、こちらのそれぞれの名称とそれぞれの部位によってどのように音色、吹き心地が変わっていくのか詳しく解説していきたいと思います。皆さんは今どのようなマウスピースを使ってらっしゃいますでしょうか。楽器を買っていた時にもともとついていたマウスピースを使われている方もいらっしゃるかもしれませんし、クラシックとか吹奏楽を演奏されている方はだいたいセルマーのマウスピースを使われている方もいらっしゃるかもしれませんね。またポップスやジャズを演奏されている方は金属のマウスピースを使われている方など様々いらっしゃるかなと思います。今日はそんなマウスピースについて、それぞれのメーカーがどうなっているかっていうよりも、このマウスピースの作り素材だったりとか、あとそれぞれのこの細かい名称というのが、あったりするので、そういったところと、あと、どのような形になっているとサックスのマウスピースというのは音がどう変化するかというところについて詳しくお話ししていきます。まずはじめにサックスのマウスピースって素材が大きく3つあります。まず1つ目がプラスチックですね。比較的安価な、マウスピースというのはプラスチックの素材使っているものもあるかなと思います。あとは、中華製の安い楽器を買った時というのは大体プラスチックのマウスピースがついてきたりしますね。そして、色は似てるんですけれども、硬質ゴムエボナイトっていうもので作られてる、マウスピース、これが一番サックスのマウスピースの中では主流なのかなと思います。このエボナイトっていう素材はですね、昔の人の吸ってたキセルとか、あと万年筆の素材とかに使われてたものなんですけれども、硬い素材なんですけれども一応ゴムになっておりますので、例えば熱を加えたりすると黄色くこうなんか黄ばんだような感じになって、ちょっと匂いもなんか特徴的な匂いがするんですよね。ただ、サックスのマウスピースを作るには、まあ、サックスだけじゃなくてね、クラリネットのマウスピースとかも作られてますけれども、やっぱり加工がしやすいっていうので広く使われている、素材になります。そしてジャズやポップスでよく使われる金属のマウスピースですね。このメタル製のマウスピースっていうのは、重量がずっしりあるもの、になりますので、比較的こうパワフルな音が出やすいです。で、僕も以前使ってたことがあります。ただ、サックスのマウスピースの素材、もちろん音色に影響しないこともないんですけれども、金属のマウスピースを使っていたら必ず強い音が出るかというとそういうわけではないんですね。マウスピースの形によっては金属よりも、エボナイトのものの方が、力強いパワフルな音が出ることもありますし、逆に金属の方があったかい柔らかい音が出ることもあったりします。ここからはそういったマウスピースの中身についてお話ししていこうと思います。ということで、こんな感じに僕がイラストレーターでちょっとマウスピースの断面図を作ってみました。ちょっとこの図を使いながら解説していけたらなと思います。まず左からサックスのこの、息の入る通り道、この開きのことをティップオープニングと言います。よく開きなんて言われますね。そしてそこからバッフルと呼ばれるこの斜面に、入っていきます。そこからチェンバーと呼ばれる部分を通っていくんですけれども、サックスのマウスピースってものによっては部屋が2つ分かれているようなこう空洞の形になってるんですけれども、ここの、形のことをチェンバーと言います。そしてボアと呼ばれる一番太い空洞を通って最後シャンクを通って楽器に息が送り込まれるっていう形になります。そして最後に説明を忘れてたんですけども、テーブルですね。ここの部分はサックスのリードを当てる部分の平らな面になります。それではここからそれぞれの部位がどのように吹き心地、音色に影響をもたらすのかお話ししていきたいなと思います。まず最初にティップオープニングなんですけども、サックスのマウスピースを選ばれる際に、まあ、いろんなね大事な要因っていうのがたくさんあるんですけども、その中でも僕は一番大事にした方がいいのかなっていうのがこのティップオープニングになります。この図ではサックスのリードをはめてない状態になるんですけども、サックスのリードをこう装着しますと、このティップオープニングの幅の分だけ息が入れられるっていうことですね。で、このオープニングっていうのがマウスピースの種類によって細かく変わってきます。例えばメーカーによっても変わってきますし、じゃあそれぞれのメーカーのモデルによっても番号付けされてて、例えば5678っていう感じでね、番号が上がっていくと少しずつティップオープニングっていうのが大きくなっていきます。このティップオープニングって1ミリ2ミリ変わるっていうものではなくて 0.1 ミリ変わるか変わらないかぐらいの違いになってきますので、正直パッと見違いはわからないのかなと思います。ただ実際楽器を吹いてみるとですね、吹奏楽吹き心地っていうのがかなり変わってきます。基本的にはですね、ティップオープニングが狭ければ狭いほど、少ない息しか入りませんので、少ない息で
サックスの音を吹くことができる。ただその代償として小さい音のコントロールはできるけれども大きい音のコントロールが難しくなります。それに対してティップオープニングが大きくなっていけばいくほど大きい音のコントロールがしやすくなってあったかい音が出やすくなるんですね。そんな代わりにですねやっぱり開きが大きくなってるのでその分たくさん息を入れないといけないので必然と肺活量はある程度必要になってきます。このティップオープニングに関しては狭ければいい広ければいいというわけではなくてご自身の肺活量とか息の、ね、強さによって選んであげるのが一番いいんじゃないのかなと思います。そしてその次バッフルなんですけれどもサックス奏者って結構このバッフルに結構こだわりを持たれる方かなり多いんじゃないかなと思います。このバッフル、斜面になっている部分なんですけれども僕のイラストではまっすぐになっている、バッフルなんですけれども、まあ、ストレートタイプって言ったりします。これがですね段差がついてたりとかいろいろな形になってたりするんですよね。でこのバッフルにステップいわゆる段差がついてたりするとその分息の通り道がちょっと狭くなるんですよ。そうすることによってエッジの効いた音ちょっと尖った音っていうのが出しやすくなります。こういったバッフルのことをハイバッフルって言ったりします。それに対してこの図に書いてあるようなまっすぐな形のバッフルっていうのはですね比較的まあローバッフルとかって言われたりするんですけれども温かみのあるようなソフトな演奏するのに向いていたりします。このバッフルなんですけれどもクラシックとか古き良きジャズとかを演奏されてる方の場合だったらまあローバッフル、あと、ポップスとかあとファンクを演奏されてる方なんかっていうのは比較的ハイバッフルのマウスピースを使われる傾向にありますね。結構音色の違いがガッツリ出てきますので皆さんもね吹く機会あったらぜひローバッフルのマウスピースとハイバッフルのマウスピース吹き比べていただけたらなと思います。結構違うので面白いですよ。その次がチェンバーなんですけれども先ほどお話ししたようにこのマウスピースのこの空洞っていうのはですね実はこう、部屋を2つ分けたかのようにこのチェンバーの部分でなんかこう形が、出てるんですけれどもその形によって吹き心地が変わっていきます。でこのチェンバーによってどう変わってくるかというところなんですけれどももちろん音色も変わってはくるんですけれどもどちらかというと吹き心地が結構変わってくるのかなと、僕は思っております。でこのチェンバーの形がもう深淵に近い状態、もう障害物がないようなね、チェンバーあるようでないじゃんっていうものに関しては、もう純粋にこう、素直に息が入っていくマウスピースが多いのかなという印象。それに対して、チェンバーの形がはっきり出てるもの、例えば四角い形のものだったりするものっていうのは、ちょっとなんていうかな、まとまった音が出やすいような印象があったりします。このチェンバーもそれぞれ吹かれる方によって結構好みが変わってきますので、マウスピースを選んだりされる際に、まあ一つ指標としてあげるといいんじゃないのかなと思います。でその次に息が通るボアなんですけれどもこのボアっていうのはマウスピースの中でも一番空洞が太い部分になります。このまあボアの太さによって、太い音が出やすいのかっていうところが結構変わってくるのかなと思います。ボアが太ければ太いほどいいのかっていうとやっぱりそういうわけではなくて太すぎるとやっぱりその分息必要になっちゃうからしんどいなっていう感じですかね。ただ、僕今アルトサックスで、セルマのクラシックで使われるものあとジャズで使われるバンドレーのもの、2つ比べてるんですけれども正直ボアに関してはあんまりサイズの違いを感じないかなっていった感じですね。ちょっと小指を突っ込んで見てますけれどもまあ違いがあるっちゃあるけれどもどうなんだろう、まあ、それこそねティップオープニングとかもビビたる世界なのでちょっと見た目には分かりづらい違いではあるんですけれども、一応まあボアは太い方がまあパワフルな太い音が出やすいっていった形になります。そして最後にマウスピースからこのネックに伝わるところのこのシャンクの部分になりますね。このシャンクっていうのはそれぞれのメーカーで長さがちょっと細かく変わってきたりします。でこのシャンクによる違いなんですけれども本当に微々たるね長さの違いではあるんですけれどもマウスピース自体の重さがちょっと変わってきます。ですのでシャンクが短い方が、重さが軽くなって振動を阻害するものがちょっと減りますよね。それに対して、ロングシャンクが長くなれば長くなるほど振動を阻害する素材が増えていくというかそんな感じになりますのでシャンクが短ければ短いほどなんていうのかな音がこうパンとなるような感じ。それに対して長いシャンクのマウスピースというのは比較的柔らかいサウンドというのが出ます。はい、いかがでしょうか。ちょっと断面図で見てね一個一個解説していったんですけれども、マウスピースを選ばれる際に特に気にしていただきたいところとしてはティップオープニング
バッフル、チェンバーあたりですかね。ここをしっかり見てあげれば、ご自身の好きな音色だったりとか、その方向性、好きな音の方向性に合わせてマウスピースを選ばれる際に苦労することはないのかなと思います。マウスピースってね、これにするべきだっていうものはないので、その人によってね、好きなものって変わってくると思うので、ただそういった時に、じゃあこのマウスピースとこのマウスピース何が違うんだろうってなった時にね、この知識を入れとくだけで、あ、なるほど、これはどういう形になってるから自分の音の好みなんだなとか、この形だから自分の思ってる音が出ないんだなっていう風にね、判別することができますので、一つ参考にしてもらえたらなと思います。それではサックスを断面図ではなくてですね、正面から見た時、それぞれの名称を紹介していきたいと思います。こんな感じになります。上から見ていきましょう。ティップレール、先ほど断面図の方でもご紹介しましたティップオープニングの場所にあたる部分ですね。この狭い、この幅のことをティップレールと言います。そして、そこからサイドレールにつながっていって、テーブルにつながっていくっていう形になるんですけれども、でこのティップレール、サイドレール、テーブルの部分なんですけれども、メーカーによってもちろん形は変わってくるんですけれども、どちらかというとですね、ヴィンテージの古いマウスピースを、探されている方とか、まあ、中古のねマウスピースを、ちょっと買われた方とかにちょっと注意していただきたい部分であるんですけれども、このティップレール、サイドレール、テーブルっていうのはなるべく綺麗な状態、ツルツルの綺麗な状態のものを選んであげるといいんじゃないかなと思います。キャップ譲ってテーブルに軽い引っ掛け傷があってもそこまで演奏に支障はないかなと思うんですけども、サイドレールとか特にティップレールなんかに掛けやちょっと傷があったりするとサックスの吹き心地っていうのはかなり変わってしまいます。新品のマウスピースを買われる際にここが傷ついてるっていうのはまずないかなと思うんですけれども、中古のマウスピース買われる際にはぜひこういった部分も見てあげるといいんじゃないかなと思います。そして新品の新しいマウスピースを買われる際にもちょっと注意していただきたいのがですね、このテーブル、特にサイドレール、あたりの部分なんですけれども、機械で、作ってるとはいえですね、若干曲がってる時があるんですね。どういう風に曲がってるかっていうと、サイドレールの左右で太さが違う時っていうのがあるんですよ。実際僕も、昔使ってたマウスピース、気に入ってずっと使ってたやつがあるんですけれども、それはサイドレールの太さがそれぞれ違いました。僕はですね、当時、たくさんあるマウスピースの中からいろいろこう吹き比べして選んで、で一番良かったマウスピースがたまたまこうサイドレールのね、幅がずれちゃってたものなんですけれども、まあそれはね、自分で納得して買っているものではあるんですけれども、まっすぐに削られているものが理想ですので、ちょっとマウスピースを買われる際にもそういったところもちょっと気にしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はサックスのマウスピース、こちらのそれぞれの名称、そしてそれぞれの部位の機能についてお話しさせていただきました。今回の動画ですね、今撮影している時間見ると33分間僕マウスピースについてお話ししてるんですけども、だいぶカットしてるんじゃないかなと思います。それだけマウスピースっていうのはちょっとね奥が深いものなんですけれども、今日お話しした名称っていうのは特に覚えてなくても大丈夫かなと思います。ただマウスピースを新しくね買おうかなと検討されてる方なんかは、今のマウスピースと新しいマウスピースがどのように吹き心地が違うのかっていうのを比べるときに、今回お話ししたそれぞれの部位の機能についてちょっと知識が入ってるだけでもだいぶ違ってくるんじゃないかなと思います。またご自身の好きなサックスの音色っていうのを追い求めるのにも、こういったマウスピースのね知識っていうのもあった方がマウスピース選びに困らないのかなと思いますので、ぜひ今回の動画参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。